実況パワフルプロ野球。現在チームは6連勝中と、前回動画先週の戦いですね、一度たりとも負けることなく全ての試合勝ったので、これ今自己最多連勝ですよ。現状巨人とは2ゲーム差を開けている。今週もっともっと開けていくぞ。弱いチームとの今週は戦いになるからね、負けることは許されない。今回は実況偶数回なのでチームのピンチに注目していきます。まず1試合目の先発は、万全な状態整ってる石川君に決めた。ただ球速がまた衰えて、元の球速が139キロだったんだけど1キロ下がっとるからね、その影響というのは特にないかな。もともとそんな球速いピッチャーじゃないからね、139が138になったところでダメージはないかなと。で、清宮が先週からやたらと調子いいね。今日バレンティン状態悪いし、バレンティンちょっと試しに外して清宮を思い切って4番ね。やっぱこの状態の清宮であれば何かしらのことを押してくれるんじゃないですか。あの、いいことね。悪いことなんて求めてないんだよ。例えば悪いことというのは、外野で守る以上は守備範囲っていうのがものすごく狭く、守備能力もない選手だからね。ポロリとかね、なんかポロリとか、あ、やっぱポロリとか、あそこポローンとかね、うん、とにかくポロルだ、うん、ポロリという擬音を出さないゲーム展開にしてくれ、よろしく。何もないぞ。平和的に勝つ。強いチームが弱者をいじめて勝つ。難しい話ではないと思うんだよね。はい、一撃。ありがとう。正直自分でもどうやって打ったのか説明できへんけど、なんかそこにボールがあったから打ったわ。あ、ボタン押したら打ってた。ごめんね。こんな感じのノリでやっていくよ。75本目や。今週中に前代未聞の80本行く予定だから。見てて。出るから。出そうとする意思なくても出るから。クソのように、滝のようにな。出ちゃうんだよ。おい、で、チャンス。おい、また一本。いったいったいった、はい、いったいったいった、はい、いった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 、あ、いってないんかい。いってないのね。奈良の清宮。危ない、危ない。あれだけの滞空期間、またファンの歓声、打った感触。条件は全部揃ってたかのように見えたんだけど、高すぎたな、弾道が。てか、松山、今、ホームランキャッチ、試みろよ。ジャンプしたら取れてる高さだよね。まあその辺はオートで積極守備とか持ってないとかのあれもあるんだろうね。対人戦なら取られてるやつやわ。対人戦ならそもそもあそこまで運べたかというとどうだろうね。おっと、ここでピンチ。あ、大丈夫大丈夫。松山がバントップ。あっちゃダメなエラーような気がするんだけど、するんだね。2番に置いてる松山をバントさす。それ2番松山ではなくてよくない？もう相手のことは相手のことですよ。もう知らんから、そんな。もうほんと。もうおかしなったんでしょうね、尾形監督は。わかるよ、気持ちは。首間違いないもん。シーズン中に退任なんで、4連覇がかかったチームが今こんな戦いをしてる。ごめんね、同一リーグに巨人と、そしてヤクルト。関東勢がいたことを悔やめ。その2チームボコられとんのが広島やからね、かわいそうなことに。でも、おたくら3連覇してた時、うちから散々勝利奪っていったよね。ヤクルトからも、もちろん巨人からも、特に巨人からもね。だからなんか因果応報というか、自分たちがやられたことをこのシーズンでやられてる、物語の中でやられてるってだけの話ですからね。やられたことはやり返される。倍返しでな。もっともっと返してやる。恨みつらみあんで。この恨みつらみっていうのは巨人ファンのピーマンの感情の方が大きいけどね。ヤクルトのその恨みつらみは普段試合見てないから分かんないけど、むしろヤクルトに対するカープファンの恨みつらみの方が多いんじゃないかな。やっぱ昨年の2019年春先のあのトラウマゲームね、あの記憶というのはまだ消えてないと思うので、一生消えないよ。それこそ同じようにやり返さないとね。おっと、ピンチ。五十嵐が出てきた。石川の後の五十嵐、すごい加齢臭漂ってるリレーでしょ。ええねんで、強いからね。匂いとかお前関係ねえだろお前。野球に嗅覚必要あらへんよ。菊池、22本打ってる菊池ね。これ怖いよ。過去対決で結構打たれてるから、もうほんと初球注意だわ。これこれこれ、1球目からバリバリボリボリに狙ってくる。パープロでオートだと一番積極的なバッターだね。どこでも振りに来るよ。だから1球目は相手にストライク入れないんで。よしよしよし、いいぞいいぞ。計算通り。勝負はカーブです。でもここは、ストレートで見せて、でもその後やっぱカーブで。いやー、これで仕留めないと厳しいのな。フォーク、いやー、もう一回ストレートインハイ、外れていい外れていい、やっぱカーブでいくわ。アウトコースのこの辺から、は
配布らへん。そこでの選球がわけわからへんけどね。ランナー満塁で小園海斗、3割1分5厘3ホーマー11打点。なるほどね。ただ何の恐れもない。40代のおっさんが18の子供を抑えるだけ。大人が子供に負けちゃダメなんです、いつの時代も。はい、勝て。 OK、 ガキはガキらしくしてろってことだね。おっさんから言わしてみればまだガキなんやから。一軍のゲームでこの満塁の場面で出てる場合じゃねえだろと。これは大型監督言ってるようなもんだよ。言いつけてるよ。使うんじゃねえよ。そこで出すのがこれでええんすか。そんなん出すから流れがこっちに来てこうなんねんで。いやー、監督が無能やとこうなるんやな。よかった。俺はプレイヤーでもあり、そして監督でもある男だからね。俺が無能じゃないからヤクルトは相手のようになってないってことだよね。バティスタという禁止カードを使ってなおこの結果だもん。まあ本当にかわいそうな、同情の気持ちしかないですよ。バティスタ2匹連れてきて、なんなら3匹ええよ、うん、禁止カードじゃなくていいよ。制限カードじゃなくてもいいよ。え、このエラーが何かに繋がるってことはないと思うんでね。ほんでバティスタここで出てきたわ。まあ一発浴びたとしてもねっていうシチュエーションなんで、うん、何の問題もないと思いますけど。これは高く上がって、ええ、ああ、まあ、うん、まあ、はい、大丈夫だと思いますけどね。ピッチャーを変えて、まあ小川が出てきたね。現在クローザー起用ですからね。頼む、ちょっと流れは悪いけど、うん、頑張って、どうぞ小川。抑えたー、やっぱええな小川。ランナーはやっぱ出してたけどね。先週からクローザーに配置転換したんですよ。でこれでクローザーとして4試合目の登板。ほんでその4試合投げた中全部ランナーは出してんのよね。今のもランナーは出てたんだけど、そこから抑える、ほんと小川クローザーに配置転換してからそこからのチームの連勝がやばいよ。これでチーム7連勝ですから、前の週から負けてない。こんなんだったらもう開幕早々からやっておけばよかったな。まあでも今日に関しては小川うんぬんの前に普通に勝てるゲームだったからね。その前に得点は取ってるし、でもこういう展開になったのはああいうねエラーが生まれた後ホームランを浴びたから、石山が打たれたからね。まあいいです、いいです、いいです。この試合の結果で誰かを2軍に落とす、誰かをディスる、そんなことはする必要ないんだからね。勝ったチーム、相手は負けたチーム、ほんで巨人も負けたチーム側にいて、これでゲーム差3ゲーム差、リーグ優勝はほぼほぼもう決まったようなもんじゃないですか。もうそろそろマジックナンバーがつくってなってもおかしくないと思うけどね。ほんで清宮のパワーが1上がった、 B の73。なるほどね、いいじゃないか。今日の先発ピッチャーは笠谷ですね。ソフトバンクから我がチームにやってきて、これで2度目の登板になるが、あんなの恐れもないです。行ってみよう。で先の能力上がった清宮幸太郎、今日も状態いいしね。広岡のちょっと状態が悪いから西浦をショートに使って、三塁を村上で、で清宮やっぱね一塁手で使ってっていう感じで、並びとしては今日はこの並びで OK だと思います。今日も勝つ、正義は勝つ。んでバティスタも遠慮なく使っとるね、うん、使っとるから2点取られたんかな。笠谷くん、君がチームの連勝を止めるのか。生え抜きでもないトレードでやってきただけの部外者のお前がまだヤクルト馴染んでるとは言い難いよ。ここで結果を残せば馴染んでいる、お前もヤクルトのメンバーだと認めてやるが、このままいけばチームの連勝を部外者のお前が止めてしまう。そうなったら部外者のお前は2軍に送る。あるよ、厳しいよ。ヤクルトは生え抜きじゃない人間に対してね、バッサリと切っていくから、全部全ての部位気をつけて。生え抜き至上主義ってやつ、抑えるとこ抑えていかないと。やっぱり一戦結果を残したのはたまたまだったのかな。能力を考えたら正直あんま使える投手じゃないと思うんだね。コントロール能力は致命的にないからそこなんだよ問題。それ以外はあるけど多いね、どのチームにも。左で球は150超えててもコントロールが F の20代でフォアボール持ち。うちのチームにねその該当者3人くらいいるわ他球団にも持っといていっぱいいて、典型的なパターンよね。今日の相手先発は大瀬良大地だ。勝てない大瀬良ね。今の勝利数どうなんだろうね。この男はこの物語上で1勝を挙げるまで7敗した男ですからね。でその1勝というのはうちのチームから挙げたんだよ。
あれは腹立ったね。今は4勝12敗相変わらず負けとるね。防御率 3.29 に対してのこれ呪い、いや呪いでもなんでもないよ。チームが弱いんだからしゃあねえわ。勝てない理由はチームが弱いから、援護がないから、その一言二言で片付くよね。納得してるでしょ、大瀬良も。こんなチーム状況ならしゃあないよなと。そんなにぐちぐち言う男でもないしね、優しい青年ですから理解してくれてると思うよ。なんなら自分が勝てないことより打てない野手を励ましてるかもしれない。本当に優しい。あそこまで優しい男はいないよ。優しさだけで欲しくなるような男だよあいつはね。ゆとりがあったら取ってみよう。あ、ごめんな、なんか野間なんでぶつけてもええかなと思っちゃった。あーかん、露骨にほんと制球力のなさを痛感する。取れるやろ、やっぱもう動きが重々しい。はい、真ん中、はあ、連勝止まるね。確実に8まで行きたかったよ。いや8をゴールにしたことはないよ。でも目先の8行きたかったんだけど、今日止まるわ。これね、連勝中の中初めて5点以上許したかもしれない。やっぱ勝ってたのは得点を許さなかったからだよ相手にね。5点以上を許してます。7点目まだ与えてますから。セリーグで一番勝てない男、大瀬良大地にね。これだけの援護があったら大瀬良勝つよ。ああ、もう止まるときはあっさりこうやって止まるんよね。過去の頑張りが全部水の泡になるような。虚しい、ああ、虚しい。使うんじゃなかった。連勝がかかってるんだから、もうちょっとなんか別のピッチャーでいけばよかったかな。まあ、でもこの連勝のおかげでもう巨人とのゲーム差空いとるしね。まあいいんですけどね。これまで連勝してきたのは事実ですから。あれは夢や現実ではないから、幻ではないからね。確かに俺が作ってきた現実ストーリー。ないわ。もう負けや。高橋奎二も打たれとるわ。どいつもこいつもあかんな、左ピッチャーは。まともな左、お前石川くらいしかいねえじゃねえかよ。まともなのがお前40代近いおっさんかいな。それがもうまともじゃない。まともなんてなくていいんだよ。誰が正常か不正常か決めるんだよ。俺が決めんねん。石川が活躍している、それがまともな世界だ。それ以上のまともは知らないし、知ってても知らないという。知らないと言い切ってやる。村上取って、ああ、アウトじゃないの。足早いけどね。早いとは言えど、これはもう三塁手村上起用もあるんだろうね。終わらへん。またこれチームの防御率悪化したね。せっかくお前3点台付近まで戻せてたのに、前の週で多分 4.1 にまた近づいたよ。はい、もう圧倒的な敗北でチームの連勝はストップですね。8連勝目がかかったゲームで相手に8点許して負けるというね。その8いらなかったんですけどね。8は原監督、うわ、バティスタ本日2ホーマー禁止カード使って勝ったってことか。はあ、ええよ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 、弱いし、うん、さっきも言ったでしょ、使ってええねん別のカープは。あ、カープやからええよ、使ってうちに勝ったやから。あ、そんな感じでうちの練習を止めたんやから。ヤクルトファンはよく思わないかもしれないけどね。あ、別にプレイヤーとして監督として別にいいですよ。はい、どうぞって。弱いので。やっぱ弱きものはそういうものを積極的に使っていくべきだと思う。俺たちは強いんでわざわざそんなことしなくてもいいんですけどね。加瀬君はヤクルトに来てから初の炎上ですね。7失点、防御率も 7.20。やっぱ使えないのかな。もう一試合だけ様子見ていこうかな。来週だね。次回の動画でまた試して、それでダメなら2軍に送る。で、もうこの敗北は忘れて、チームの連勝のことも忘れて、ここからまた新たな連勝記録を作っていきましょう。貯金再び19に戻りましたが、まだ19もあって、2ゲーム差も空いとる。ゆとりはあるぞ。だからこそ次確実に勝つんだぞ。今日の試合の先発は、スアレス。いや、ここで原、いや、スアレスで今、余計なことはせずスアレスで。で、清宮会社も今日は状態普通なんでね。でも、広岡ほんとなんかやたら特徴が続くね。どうしたものか。今日だからショート2周ランにして三塁を別の選手。いや、今日もね、村上三塁でいいわ。ほんで、中山代わりに一塁手で使ってみようと思う。こういう、いや、待てよ、中山一番下で。こういう並びで。はい、最後の試合。勝ちましょう。プレイボール。相手は惜しみなく禁止カードを今日も使用しとるけどもね。で、使ってと言ったのは俺やからね。その禁止カードをいきなり打席が回るか。
22本打っとるね。てかそんな禁止カード使って22本しか打てとらんのって感じ。ゲッツ、話したくぐるか。山田なら取れるやろ。打球スピードが速かったこともあんのかな。まあ、禁止カード使っとるからね。ずるいね。まあでもいいっすよ、いいっすいいっす。結局勝つのは正義ですから、本当の正義ですから。そんなとこ振らないで。これ新人王対決よ。新人王資格を持った選手同士対決ですね。正確には勝つのはもちろん村上です。なぜならもう新人王はこっちで確定してるから。時代が時代ならトポタの数字でも十分取れると思う。十分ですよ。ただ村上という怪物が同世代にいたことを悔やめ、同じ年齢ではないけどね、でも同じ世界にいたことを恨め。あだかっこいいセリフ言ってんのね。打席内容はかっこ悪い。まだ負けとるで。勝ってないんやから勝たんと。このまた負け越してると巨人にまた1ゲーム差と詰め寄られるよ。そうなったら本当は元通りだからね。もうやめよやめよ、先週の頑張りを全部無理するの。繰り返し作業になっとるから。マジックナンバーがいつまで経っても点灯しない理由はそこだよ。お前2位にずっと近いからでしょ。ずっとずっと近いよ。恋人みたいな近さだよね。手の届く範囲にいるという、いろんな部位を触ることが可能というね。ちょっと唇を伸ばせばキスもできちゃうよ。気持ち悪い、やめてくれ。そんな間からちゃう俺たち。敵や敵。またピンチでお前ここでバティスタじゃねえかよ。よく回んな。それだけ上位が打ってるってことよね。この辺のカーブ釣られへんな。うわっ、余計すぎるフォアボール。なんかめっちゃ羽取ったけど。あそこハマるとやたらと跳ねるよね、パワープロ。抜ける。なんでさっきから抜けんねん。意味わからへんわ。セカンドアウトも2点目。山田にしろ西浦にしろ取れるっしょ。なんで取れへんの。タイミング早すぎるんだよこれ。飛びつくの毎回腹下くぐっていってるってことはね、俺のミスだよ。プレイヤーのミス、選手の守備能力関係ない。いやまあむしろちょっと守備範囲が広すぎるがゆえに通り越えちゃってるっていう可能性もあるけどね。いやもったいないわ。お前防げてるぞこの2点とも。ほんで得点取れてねえし。打線は頑張れよ。打線はこれまで通りやることやろう。投手陣守れなくなったら打線も打てなくなるの。何そのつながり。連動してないよ、うちのチームは。そんなね、打つときはもう野手が気ままに打って、守るときはまた投手も気ままにね、その場所その日で変わるから、結構感情で動くからね。うちもとこだ、このままいけば完封やな。今季初プロ初ちゃう。一塁清宮幸太郎起用してないんだけどね。中山変えられたってことか。早々に変えられたんちゃうかな。最後まで使ってよかったんだけどな。今左の床田が投げてるんだから、そんな調子も良くない清宮が出てきたって出番ないよ。何する、何もやらへんでしょ。下位打線から始まるところ、得点はない。このままいけば床田完封で終わるぞ。3点目も入ってるし、誰だよさりげなく失点したの。2点ならお前この場面で打ったらワンチャンあるけどね。もう繋げていこう。これよし。ボールだろお前。もう見てたのに、もう自信満々に見たのに、よしとか言っちゃったのに。珍しく今の打席は見ようとしたよ。見てつなごうとしたのね。1点は取って2点取って、いやもう、お前あと1点取る。いややっぱその前に1点やんだっちゅう話だけどね。うわこのカード負け越しで終わった。ほんでまたバティスタ禁止カード使って買っとんのか。それがカープのやり方じゃろな。おたくらのやり方ないやろな。そんなことしかで勝てへんのやろな。ええよええよ、それで勝ったんや。
それ勝って盛り上がる、うん、まあアホみたいになんかヒーローインタビューして通訳とのあの変な絡みしてやるんからやったらええと思うよ、うん、それがカープ内では正常なんでしょうね。うち内では全然違いますけどね、うん、いろいろと噂してますけどね、はい、いいと思いますよ。はい、またバティスタやられました。8回のこの追加点がまんまバティスタですからね。これがなければ同点もしくは逆転があったんですけどね、まあ、結果論やわ。今日本で巨人は、あ、よかった、負けてくれたんでゲーム差を縮められることはなく2ゲーム差を開けて負け越しましたけども、これ以上詰め寄られることはなかったね。見て、パリーグの方はマジックナンバーが点灯しとるね、22。セリーグはまだ点灯しない理由はこういうね、ひっつき合いをしとるからいつまでたっても点灯せず、あんまり緊張感もないんだよね、2ゲーム差に対してね。なんかひっついては離れて、ひっついては離れるからさ、ちょっとファンも飽きてきてるよ、この展開にね。いい加減その談合をやめろって思われてるかもしれない。だからやめるわ。これから始まる阪神3連戦。ここはもう確実に勝てるゲームです。今季は13勝5敗と8勝の貯金を生んでるチームを相手にこれからしていくわけなので、勝ちます。で、相変わらず4番、近本浩二。まだやっとんのか、それ。近本の成績は打率2割7分4厘、7ホーマー、47打点、8盗塁で、OPS は7割3分8と、数字は残してます。上位で使うんであればいいと思うんですけど、なぜか4番起用で使ってるのが今の阪神なんだよね。マルテとか20本以上打ってる選手は他にもいるわけなんで、絶対そっちを使った方がいいと思うんですけども、なぜかこの矢野カッツは近本を4番で使い、そして俺はこの4番近本にやられた過去があるんです。それもまた動画投稿してますから。うん、相変わらず使ってくるのはこちらとしては嫌な感じなんですけど、まあ、もうやられるわけにはいかへんからね。今日もまた神宮球場で行われるので、今日は勝ちましょう。このカードはね、1戦目の先発ピッチャーはなんか状態悪いの多いけどね。いや、照らし、あ、ブキャナンで行こうか。確実に勝ちたいから。今2連敗中だからね、連勝止まってから勝ててないので。ほんで中山状態いいな。まあでもやっぱベンチにいて光り輝く存在だと思うので、もうスターティングオーダーは基本崩さないわ。その場その日で変えてる場合じゃねえ。負けちゃってるとね、いろんなとこ変えたくなるけど、変えない変えない、そのまんまやる。で、そのまんま勝つ。あの打線の皆さん、ほんと取ってね、早めにね。まあ村上で打って取るけども、村上が打たなくても取って。怪我してないね、よかった。自打球なんてシリーズ初だよ、珍しいね。自打球で怪我することってあるでしょう、パワープロでも十分あると思うんで。怖かったな、一瞬冷や汗だらーや、流れたで、体の中の水分がね、一気に。何事もなかったけど、ただでさえ得点取れてない流れが続いてる中、村上抜けたらそれは死を意味するよね。死の勧告です。余命何日とかじゃないから、もうあなたは死んでます、幽霊ですと言われてる。わあ、強いな、強いのに。これちょっと村上打てなくなってきたよね。なんで打ってたで、チーム勝っとった時は。チームの勝ち負けは村上のバッティング内容で変動するからね、やっぱ打たんと勝てんよ。で、ブキャラ A は抑えてくれてる。あ、チャンスや、チャンスや。ちょっと大きな結果を求めすぎてるこの試合、ちっちゃな結果を積み重ねていこう。ほい、よーしよしよしよし。ちっちゃな結果言うてもこれは長打性の打球ですから、ツーベースでタイムリー。オッケーオッケーオッケー、これですよこれ。時にはバッティングを変えていく。さっきの試合でもそうだったんだよ。あれ、試合後半村上の打席でフォアボールを待ってたんだけどね。ただ思いのほか審判が厳しくてストライクって言われたけど。で、ここでヨーカーで試合初めてのピンチが来た。ノリノリなんで注意ですね、こういう選手は。まあ、でもここまでゼロで抑えてるブキャランなので大丈夫。タイミングが早すぎる。あれでは打たれへんよ。打たれたね。あの引っ張った超特大のファールから流してヒットをする技術あんな、お前ね。大山雄介さん、本来お前が4番じゃないとダメなの、そんな数字だから矢野がつは4番で使わず6番か。それでも起用してるんだね。まあ、他に候補がおらへんからでしょうね、三塁に。うわー、で打たれる。なんだよこの連打撃は。3点差で一撃出たら逆転で考えたくはないけどね。なんか唐突始まったよこのピンチ。能力も上がってるし何も始まらんよ、お前やめてくれよ、アホみたいな話。
よし、ブキャナン直接キャッチャー、危ない危ない。今変化球で行こうか迷ったけどね、アウトコースのストレート選択してよかったわ。ああいう状態だとインコースは投げれへんから、インコースで変化球って言ったら簡単に打たれる未来があったと思う。止めたね、もうないでしょ。あのピンチ乗り越えたのであれば今日はピンチがなく、最後無駄紙で一撃打って終わろうか。いや、ここもちょっとちっちゃな結果を積み重ねてね、ノーアウトなんで。繋いでその後のバッターに託して、いつだって村上が主役じゃなくていい。うん、進塁打にはなったでしょう。で、ここからここからさらなる追加点。はい、ありがとう、ナイス、理想通りの展開っす。最後石山が締めてゲームセットの5対1で、連敗が2連敗と続いてたが、それを止めることができた。よし、この試合相手先発は西だね。相変わらず近本は4番にいる。誰かの代わりに入ってるとかじゃないんだね。俺的に誰かの代わりに入っているから4番で近本使われてるんだと思ってたんですけどね。そういう記憶はありますから、パープルだとね。でもそういうわけじゃなくて、もう単純に近本を4番で使ってるんだね、矢野ガッツの意思のままにね。あ、そう。まあでも、うん、それにやられとるし、さっきのゲームではそんな打たれてないから、まあいいんですけどね。なんでもいい、他球団のことはわけわからんよ、気にしてる場合じゃないから。今日も勝つ、行ってみよう。今日寺島よ、頼む。あー、ピンチ作った。もう初勝利あげたいだろ、あげたいあげたいあげたい。数字に対してあげれないあげれないあげれないが続いてるけど、もう今日は勝つ日だよ。チーム連勝中の時ですら、この男を勝ち投手の権利がつかなかったからね。はい、三振。それをやるんだ、5回までやろう。ちょっとなんか呪い化し始めてんだよな、寺島の初勝利っていうのがね。寺島以上に他の野手のプレッシャーになってる、うん、あいつ勝たせられてないのは俺たちのせいだよなっていう。じゃあ勝たせないと思って力みすぎて逆に得点取れなくなる、ありがちな話、人と人がやっとるからね。はい、よし、清宮じゃない、村上は違うけどね。飲み込まれない、76本目。結構久しいホームランだよね、出てなかったから。おー、で2点。この2点で次こそ勝ちましょう。お前はとりあえず5回まで予定してるから、5回まで投げろ、言うとんの。近本、お前スリーベース打たれてんじゃねえかよ、タイムリーのよ、ここで陽川。こんなんもう2点目入ってること予約されてるじゃないですか、予約済みの2点だよね。1つアウト取るも、依然近本が3塁にいて、こっから大山。もう抑えれるのであれば抑えていくけど、あー、ダメだこれ。雄平取るも、この位置からこの体勢からはさせへん。それでもノーバウンドなのはおかしいけどね。はい、同点。寺島の勝利は自身のピッチングで消したね。これもあるんだよ、勝てない投手というのはちゃんとした理由がある。そんなオカルト地味だね、援護がないからとかそういうことじゃないよ。いや、それもある、うん、それが一因としてよく挙げられてるというか普通や。でもね、あっという間失点許すから。おお、今すごいね、 152m、 ほんと場外越えあったな、あとちょっとだったね。ゾロ目の77本目、打ったんだからもう一射。この1点でとりあえず勝ち投手の権利つけろよ、もう打たれんだよ。5回、君の仕事はそこを投げ切ること。それもできないようであればお前の初勝利は遠いぞ。投げ切るぞ、危ない高山。あー、でダブルプレーではないか。右打ち、まはい、山田掴んで、よし、まあこれいいわ、ピッチャー変える。うん、横を張って6回生かすと打たれるピッチャーなんでね、もういいです、もういいです。6回からは別のピッチャーを出す。ただこういう時に限って状態悪いやつがいろいろといるというね。ね、五十嵐でいこう。五十嵐、梅野、マクガフ、そして小川という流れでいいんじゃない今日はリレーは。小川じゃない、五十嵐、あ、梅野が出てきてる、もう。五十嵐すぐさま変えられたな。そんな変えなくていいんだけどね。梅野ここで使っちゃったらあと大変じゃない、誰行く、この後行けるやつおる、梅野が2イニング行くのかな。とにかくマクガフまで行けば安心だから、そこまでは行ってほしいな。追加点なしかいな。梅野が投げてるね。あ、もう8回からマクガフが出てくるわ。あ、追加点入った。でマクガフも押さ、えらい久々のピンチ。あ、ここで4番近本にもある。今日も2ベース、いや3ベース打っとるからね。
おおおおおおお、なんかね、この男はね、4番の素質がないようであるんだよ。うん、一見ないよ。一見ないけど、結果ではある結果を残すんだよ。4番としての素質っぷりをね、ありかもしれない。これもしかしたら矢野監督がやってることっていうのは、今後のプロ野球のなんか4番の選手を変えるかもね。4番起用をあえてこういう選手を4番で使ってみるっていうね。そしたら、まあ、それによって何のメリットがあるのかっていうのは言葉では説明しづらいけどね。パワーもないのに足の選手をそこで使うメリットはって答え言われたら、多分矢野ガッツ黙ると思うけど、まあ、でも実際使ってみたらそっちの方が結構ね、打線つながりがあるから、間違いではないように思えてきたな。これ内野安打来るわ。うん、これはね、さすが今日4安打、へへーいっす。最後が出てきてゲーム。瀬戸をやっぱランナー出すんだよね。絶対出すんだよね。今日も出してたけどね。まあでも勝ったわ。本日梅野がパーフェクトリリーフ、村上が決勝ホームランで、寺島の勝利はお預けになってないよね。結局ついたよね。同点に追いつかれてないからついてますよね。ようやくだ。今季の1勝目長かったな。寺島は今季6試合目の登板にしての今季の初勝利と同時にプロ初勝利をようやく挙げれたってわけか。長い道のりだったな。期待されて入ってきた割には泣かず飛ばずで、道のりは長かったが、ようやくプロ初勝利で今季初勝利で、トータルの数字で見てもね、 3.64 という防御率で29イニングを投げてのまだ負けはないし、1勝ようやく挙げたし、三振もまあそこそこに取れてる、フォアボールもそんなに多くはない、基本塁打も浴びてない、被打率も低い、トータルのウィップも 1.03 ですからね。内容も結果もパーフェクト。みんなが見たかった寺島がここにいるんじゃないですか。これを今後も見せ続けてよ。あんたなしではもううちのチームは機能しないんだから。貴重なローテーション投手ですよ。お前が抜けたらチーム崩壊する、終わるんだからね。怪我しにくさいい持っとるけど、それが今後発揮されることはない、大丈夫、することはなく、最後まで好成績で終われるでしょう。で、同時進行で行われている巨人と横浜は引き分けたので、それもあってがこの試合終わりのゲーム差は 2.5 ゲーム差に広がって、そして8月25日週の最後の試合、もちろん勝ちます。今の勝利によって対阪神戦15勝目となったが、なぜかここに来て阪神の打線、いや投手もノリノリ、調子いいね。藤浪が今日投げんの、あのやめていただけませんかね。せっかく状態が良くなってきた流れで藤浪をぶつけてくるの。今日の試合は原ジュリを今季初めて先発起用で使ってみるわ。あんまりなんか生かしたらやばそうな感じするけどね。あれだけ調子いい選手が揃ってるとね。何よりも藤浪だし。なんかいろんなことが、波乱が起きそうな予感、ビンビンにピーマンレーダー今働いてますよ。動きまくってるね。怖いなぁ。いい意味で終われたらいいんですけどね、それが。いい予兆だったらいいんだけど。なんかいい予兆な感じもしてないでしょ。序盤からのピンチはなかった。逆にチャンスできたね、ここで藤浪晋太郎を相手に村上が打てるか。いろんな赤徳発動しとるけどね。あ、でも球は速いわ。スロースターター発動しててなお153キロ、怪物か。ほんと能力の高さは毎回痛感するね、対戦するたびに。まあそれは球速があるってだけだ、ポテンシャルがあるってだけで、今の力はそうでもないということを考えたら、あっという間打って、あっという間終わろう。うん、藤浪の好投を許さないように、相手とた、いや1点だけで、原樹里ええね、抑えとるね、状態いい阪神打線相手に、正直意外。おう、あーで、これ藤浪の送球系の悪い特殊能力は働いたがアウトや。ここも抑えたね。5回投げてのゼロピッチング、ヒット1本しか打たれてないよ。もう6回もいってるから、いってどうぞ、いってな。え、これどこまでいけるん、ちょっと待てよ。まあとりあえずいいや、村上の打席で集中してね、行けるとこまで行けばええんとちゃうの。応援するわ、はい、頑張れ。ヤクルトファン目線で立って今プレイしてるよ。あかーん、村上は乗らへんな。7回も行ってどうぞ。あ、魔法は解けたかな。ここで初めてのターニングポイント、ピンチを作った。これもさすが交代といきましょう、うん、ここでこだわる必要はないですからね。これまでの頑張りがあるからもういいんです、ありがとう。で、ここで梅野出す、まず梅野出して、梅野でこのピンチを乗り切る。投球練習はしっかりとしとけ。今週のターニングポイントだよ、この試合のターニングポイントじゃないよ。これはここで抑えて勝つか、ここで打たれて負けるか、さあ2択だ。中間はないぞ、極端や。
取れへんけどよかった完全な失投だったからね西浦もよく取ってくれたサードが村上なら抜けてる危ないとこもう投げないよねいい球投げようとしすぎて完全にボタン押すの遅かったわ今危ない危ない事故を招くとこだったえいしっかりとした球を投げれば打たれない自信があんねんこれははい青木の取れる範囲お疲れやらなかった俺たちが今日は勝つターニングポイントを乗り越えた俺たちが勝つもらったね藤波まだ投げてるねこれ以上藤波から得点取るのは難しいかおっとまたピンチもうないと思ったんだけどねマクガフが珍しいなマクガフを操作することってこれまでの物語振り返ってもね 4,5 回くらいしかないよマジな話そんなプレイしたことないからその珍しい展開がここで来るが、まあ、何事もなく終わるでしょうねいやもう終わっとる無理や無理や無理ゲーや分かっとるやろ打てるわけないと全部差し込んどんのやからね無理無理無理もう明らかに速い球を打とうとしてるよねここでなんか緩い球があればいいんだけどそれがないからなマクガフにはもう最後まで力押しになるが力で押して勝てればいいなと思ったんだけどちょっとえゆへああ感想球それてる同点もう珍しいマクガフのピンチから失点許すなよこれ初動の動きミスっとんでチャージかけてないからねそれまでがいかれたんだよもうなんでミスるかなそこで意味不明なミスなんすかゴロに対してまず後ろに下がるって倉本でもやらんわこれは取れるよなはあこの1点で逃げ切るつもりだったの結局原の勝ち投手の件に消えたからねせっかく頑張ってくれたのに全く期待してなかったのいい結果残してくれたのにやっちゃったこれはあ村上の打席じゃあ最後村上でいこうかノーアウトランナー1塁守護神藤川を打ってね防御率 1.50 か何気に対決するの初めてじゃないこれ藤川とこれまでなかったよ阪神戦こういう場面で迎えることなかったから基本勝つ負けるにしても極端に早い段階で決まってたからね安明は打ったぞ散々打ったぞかつての最強のクローザーいや現最強のクローザーでもあるこの藤川まで打ったらよかったのにその後あ入らないチャンスお前作ってたろ今延長突入も得点が入らない引き分けはいらへんこのチーム相手に欲しいのは勝ち勝利という結果だよよしマルトゥはクッキング調理完了ここで4番近本回るなんか運命というか宿命というか避けられないねでも近本や1番にいても4番にいても関係あらへん近本は近本なんや村上に負けた男はいこういうことですよ勝つのはヤクルトで村上でよろしくこの流れで11回裏村上に回るとこ村上で決めましょう相手ピッチャーは岩崎はいありがとうさーんさよならシリーズだと2度目3度目かな初ではないです最高村上で決めて勝つ連勝こそはね止まったけどもこういう終わり方をできたのであればまあ一ついいハッピーエンドを選んだと言ってもいいんじゃないかな2対1気持ちいい最高まあ打って当然の球を打っただけなんでね喜びとしてあるかと言われたらありますよもちろんね勝ったんだからね何よりも村上で決めたんだからね打った球関係あらへんよ打ったってことが大切なんでいや気持ちいい完璧なホームランだその前に完璧な失投だったけどね石山に今季4勝目がついてホームランは村上の78本目それがサヨナラで決着でこのカード3連勝一度も負けることなくねはいまた連勝記録をこれから作っていけるんじゃないですか
今週果たせなかった8連勝を来週果たすんじゃないですか。そうしていきましょう。いや、良かったですね。投げては何よりも腹がまず良かったわ。6回3分の1を投げてのこのピッチング内容、こんなんだったらもっと早い段階で先発で使っておけばよかったね。小川をクローザーで使うのも遅かったし、先発で原ジュリを使うのも遅かったわ。スロースターター持ちだったんで、そこが嫌だったんでずっと中継ぎ起用だったんですけど、そこを恐れず使っておけばもっと早い段階で巨人とのゲーム差を開けて、もっと早い段階でこの連勝記録というものを作れていたかもしれないのね。最後巨人負けてるんでゲーム差 3.5 ゲーム差まで広がりました。こうなったらもうほんとあとは一直線に歩みを止めず、この風に乗ってどこまでも果てしなく行っちゃおうでなんだよ。え、もういかなし嘘だろ。ここに来てのお前の離脱は痛いよ。なんで高梨のスタミナが急に上がるんだよこのタイミングで。上げろってこと？俺を上げろと、俺もおるぞと。なるほどね。ならばお前のその意思表明に応えたるわ。五十嵐怪我した以上はやっぱ中継ぎだとね、一軍に置いていられないので、代わりに高梨いたわ。リリーフだと結構結果残してた投手ですからね。先発にした途端結構ボロボロになって、俺の逆鱗に触れて二軍に落としましたけど、リリーフ起用でひとまず使っていこうと思う。ただ五十嵐が戻ってくるのであればすぐさま落とすけどね。さあ今週は6試合プレイしましたが、振り返っていくとですね、まず1試合目勝ったので連勝記録は7まで伸ばしたんですけど、その後負けたので連勝ストップ、その後も負けて2連敗の流れからの今回プレイした阪神戦、1戦目5対1、2戦目も5対2で、3戦目は2対1という最後村上のねさよならで、チームは3連勝で今週を終えてまた次の週を迎えるということになります。で、順位表はまあ今確認しましたけども、もう一度事細かに見ていくと、ヤクルトは69勝勝率5割9分という数字を叩き出していて、巨人とのゲーム差は 3.5 ゲーム差、また広がっちゃったね。で、残すゲームがもう22試合しかないからね、実況回数でいうとあと何回だろうな、5回6回くらいかな。まあその中でもう今のペースをキープしたら優勝するのは間違いなく、この先は言葉では言わず動画として絵としてお届けしていきますのでね、言葉では言う必要はないんじゃないかな。チームの防御率で見てもヤクルトは 3.97、 また改善したね。3点台に戻しましたわ。よかったよかった。今週終わりの村上の成績も見ていくと、また打率は3割復帰だね。復帰したり落としたりを繰り返している。ホームランは78本で、78本目はサヨナラホームラン。そのサヨナラホームランの部分で見ていくと、おそらく初ではないような気がするんだよな。もう 2,3 本打ってるよねこのシリーズの中で。え、意外にも初なんか。あ、そうなんだ、初なんだ。こんなことならもっと喜んでおけばよかったな。初だと思ってなかったんでね、 2,3 本打ってる感覚はあったんすけど、打ったのはおそらくあれやね、9回表に打った逆転とか勝ち越しの一撃とかで、裏ではなかったんだ。そう、まあ、でも78本打ってきとるわけですからね。その中1本サヨナラホームラン出たから、あーイエーイってなるかって言ったらやっぱならない。打てば打つほど感動は薄れていくものなんでね、それをもうすでに78本打っているのであれば、サヨナラが初でもそんなのは関係なく、そんなに規制を上げることはないでしょうね。打点148、打点、得点圏打率は2割8分8厘、得点も100得点いきました。内訳で見ていくと全部ホームランですけどね、8割ホームランですよ。それでしかホーム踏めてないんだからね。んで、まあそれ以外の数字はこのようになっていて、 OPS も依然11割という数字をキープしてます。今週の戦いはこれで終了で、8月26日の月曜日は移動日だ。日程を進めていくと、宮本の守備能力は上がるが、この程度だと一軍では使えへんかな。使い道はないでしょう。で、新たな週がまたね、次回の動画から始まります。週の始まりは横浜戦、そして中日戦とまた続いていくわけだね。なんかこのカード多いね、横浜と中日との戦いセットでね。このセット販売はあんまり好きじゃないんだけど、まあ、こういう戦いがある以上はまた次回の動画で、ね、こちらのカードをプレイしていきたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。グググググバイ、また会おう。